序章、藤井聡太の輝かしいキャリア。藤井聡太は、将棋界において圧倒的な実力を誇る若き天才としてその名を広く知られています。彼の異例の早熟ぶりと、数々のタイトルを次々と手にしていく姿は、多くのファンや関係者に驚きと感嘆を与えてきました。藤井聡太の将棋に対する情熱と才能は彼を八冠王者という前人未到の地位に押し上げました。叡王戦の舞台裏、伊藤翔七段との激戦。2024年6月20日、山梨県甲府市の時和ホテルで行われた第9期叡王戦の最終第5局は、将棋界において歴史的な一戦となりました。この日、21歳の藤井聡太と同い年の伊藤翔七段が対峙し、双方がこれまでの集大成を見せる激戦を繰り広げました。両者は2勝2敗で迎えたこの決戦に全てをかけ、午後6時半過ぎ、156手で伊藤七段が勝利を収めました。藤井聡太の通算成績とその影響。この敗北により、藤井聡太の通算成績は372勝75敗となりました。75敗のうち彼に勝利した棋士は30人存在し、最も多くの勝利を挙げたのは豊島将の九段の12勝です。続いて、永瀬拓矢九段の7勝、渡辺明九段、菅井竜也8段、佐々木大地7段、大橋貴光7段が4勝を挙げています。藤井聡太の八冠保持期間とその記録。藤井聡太の八冠保持期間は254日で終わりました。全冠保持の最長記録は大山康晴15世名人の1378日であり、藤井聡太の記録も注目されましたが、今回の敗北で新たな挑戦が始まります。この記録は彼の圧倒的な強さと持続的な努力を物語っていますが、一方で将棋の世界では常に新しい挑戦者が現れることを示しています。伊藤匠の台頭とその意味、伊藤翔七段の勝利は、将棋界に新たな風を吹き込みました。SNS では、嘘だよな、一歩人間に近づいた、といった驚きの声とともに藤井聡太様も人間だったんだね、負けた時の方がニュースになる男と、藤井聡太の存在感が際立つコメントが溢れました。同級生の伊藤翔七段が勝利したことにより、将棋界の新たな時代の到来が期待されています。羽生善治九段からの賛辞。この熱戦を見守った日本将棋連盟会長の羽生善治九段は、最先端の将棋の魅力が余すことなく表現されたシリーズだったと、両者の激闘を称えました。藤井聡太と伊藤匠の今後の対戦にも期待を寄せ、将棋界の未来に希望を感じさせるコメントを発表しました。SNS の反応、藤井聡太の存在感。SNS 上では、藤井聡太の敗北に対する驚きと、彼の強さに対する称賛が飛び交いました。嘘だよな、という驚き以上に、あれって倒せるものなんだ、一歩人間に近づいた、藤井聡太様も人間だったんだね、負けた時の方がニュースになる男など、負けてなおその強さを称えるような書き込みが相次ぎました。また、藤井聡太という棋士はここからが本当に恐ろしくなるんじゃないかな。研究量も機械随一だし、敏捷だけど負けるたびに成長して強くなってる気がする、ついに敗れちゃったか。また八冠に返り咲くのを期待してますなど、これからのさらなる成長とライバルとの名勝負に期待をかける書き込みも多く見られました。伊藤翔七段の初タイトル獲得の意義。伊藤翔七段にとって、この叡王戦の勝利は彼のキャリアにおける大きな転機となりました。藤井聡太という絶対王者を破り、初のタイトルを獲得したことは彼の将棋人生において非常に重要な意味を持ちます。伊藤七段の勝利は彼自身の実力を証明するとともに、将棋界に新たなスターが誕生したことを示しています。藤井聡太のこれからの挑戦。藤井聡太はその卓越した棋力と研究量で知られています。今回の敗北を糧に、さらなる成長を遂げることが期待されています。負けるたびに成長して強くなっているとの声も多く彼の今後の活躍に大きな期待が寄せられています。再び八冠に返り咲く日も近いでしょう。藤井聡太の成長と挑戦、そして伊藤匠の台頭。将棋界の未来を切り開く若き天才たちの物語は、これからも続きます。将棋界の歴史的視点から見た藤井聡太。藤井聡太の存在は、将棋界の歴史においても特筆すべきものです。
彼の登場以前にも、多くの名棋士たちが将棋界を彩ってきましたが、藤井聡太のように短期間でこれほど多くのタイトルを獲得し、将棋界を席巻した棋士は稀です。彼の成功は彼自身の才能と努力の賜物であり、また現代の将棋界の進化を象徴しています。未来への期待、新たな挑戦者たちの登場。藤井聡太の成功は、将棋界において新たな挑戦者たちの登場を促しました。伊藤翔七段のような若手棋士たちは、藤井聡太の存在を一つの目標として、さらなる高みを目指しています。これからも将棋界には、新たな才能が次々と現れ、藤井聡太と競り合いながらその技術を磨いていくことでしょう。結び、将棋界の未来を担う若き天才たち。藤井聡太と伊藤匠の対決は、将棋界における一つの節目となりました。藤井聡太の敗北は彼にとって新たな成長の機会であり、伊藤匠にとってはキャリアの新たな一歩となりました。この二人の若き天才たちは、これからも将棋界をリードし、その未来を切り開いていくことでしょう。藤井聡太の成長と挑戦、そして伊藤匠の台頭。将棋界の未来を切り開く若き天才たちの物語は、これからも続きます。この物語は、将棋界の歴史に新たな1ページを加えるものであり、私たちの心に深い感動を残すことでしょう。